フレビシート広場に面したファサードパラッツォレアーレディナーポリはナポリにあるかつてナポリ王位やリョーシチリア王位についていたブルボン家の王宮。他に同国の王宮と呼ばれるものはカゼルタ宮殿とカポディモンテ宮殿、ポルティチ宮殿である。初期の王宮はスペイン王フェリプ3世の居城であったが彼は一度もここを訪れなかった。宮殿の建築家には ドメニコ・フォンターナが選ばれた。建物は16世紀初頭からスペイン副王の古い住居があった場所に建てられた。18世紀に入ると宮廷は内陸にあって海からの攻撃が及ばないカゼルタ宮殿に移った。今日見られるのは17世紀に建築された宮殿であるが多くの追加や変化がある。18世紀半ばのルイージ・バンビテッリと 宮殿が火事で損傷した後に百8 3 8年にガエターのジェノベーゼが加えた補修などである。加えて第二次世界大戦中の爆撃で受けた損傷により回収されている。建物の西ファサードは12世紀にナポリオ王国を建国した際からの代々の王の像が展示されている。ルッチェーロ2世、フェデリーコ2世、カルロ1世、アルフォンソ1世。 カルロ2世、カルロ3世、ジョアッキーの1世、初代イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ2世らの像である、現在の王宮と隣接した館は、サンカルロ劇場、美術館、ナポリ国立図書館、ナポリ地方観光局を含む観光庁の庁舎として使用されている。ありがとうございます。